はい、皆さんこんにちは。先月のことですけども、楽天モバイルがアップルウォッチのモバイル通信に対応したってことでね、まあ私も設定してみまして、確かにね、使えるようになったんですよね。まあそれで私のメイン機 iPhone 13 mini の方は今デュアルシムになってましてね、でどこまでね最低限使って、あとはまあ楽天で使うみたいな使い方をしていますけども、まあこれアップルウォッチ対応したんだったら、もういっそのことを楽天モバイルにしちゃおうかっていう動画をですね、先週上げさせてもらいまして、でその時にいろいろ楽天モバイルのね状況をお願いしたところですね、結構コメント欄でねたくさんいただきまして、まあその内容もね踏まえてですね、今日はまあ再検討ってことで、まあちょっとしばらく様子見をした方がいいのかななんて気持ちにもなってきたんでね、まあ、そのあたりまとめ直したいと思います。はい、ということで、まあ、ここ3ヶ月はですね、2月に回線の断捨離を行った結果、このような感じになっていまして、13 mini にはドコモの物理 SIM、そして楽天の eSIM が入っているってことで、で、ドコモの方に Apple Watch の通信機能を持たせて、最低限しか使わないんですけども、で、楽天の方はですね、まあ、3ギガだと1078円ですが、まあ、それ以上使った時はもうちょっと行ったりするような状況ですね。で、iPhone 13 Pro と iPad mini 差し替え兼用で LINE モの物理 SIM、3GB のプランを990円払っているという、まあ、そんなような状況で、まあ、これだとね、6087円からということで、まあ、ドコモの無制限とワンナンバーよりはね、安く済んでいるという状況ですね。で、それでさらに安くすべくですね、まあ、いっそ楽天の eSIM の方をメイン回線にしちゃおうかなんていうんで、まあ、今後の案として考えたわけですけど、まあ、この場合月々3520円ですからね、まあ、直近の6087円よりも2500円近く安くなるんじゃないかというね、計算にはなっていたんですね。ただ楽天モバイルの状況についてはですね、まあ、自粛気味の2年間と、まあ、あと最近の状況で、まあ、悪くはないんですけど、ただまあね、実際活動がかなり広がっていった時にはどうなのかという懸念もあって、まあ視聴者の方々にね情報をお願いしてたんですよね。そしたら50件以上のコメントいただきまして、本当にありがとうございます。で、まあ、その中からね気になったものをちょっとね抜粋してみました。まずは肯定的なコメントからですね、まあ、全体の3割弱ぐらいでしたかね。で、例えばびっくりマークさんは今年から楽天メインにして通信も東京周辺では快適ですし、無制限はストレスフリーで超快適っていうね意見。そしてジョダギリ王さん、これすげえ面白い名前ですよね。都内ですが地下以外は問題なく使えていますのでメイン回線ですという。もう一人、ゆきこさんですね。固定回線を契約せず、楽天モバイルとマイネオのデュアルでやっていると、まあこれ楽天でガンガンデータ通信使ってるってねことなんでしょうけど、快適ですよなんてことですね。田舎ですけど屋内でも問題なくめちゃくちゃ気に入ってますというね話ですね。で、逆にね、対極的な契約をやめた方っていうのもねいらっしゃいまして、アットゴッズザキさんって方ですかね。この方はねメインで使ったけど2ヶ月で解約したって、まあ、理由はですね、電波が来ていても着信が不可になる時があるってことでですね、それがちょっとねやっぱり良くなかったということ。そしてあとはこれ着信が純正アップなので、不在着信に折り返す場合には楽天リンクにならないって、まあこれ一手間かかるって話ですよね。で、豊田さんはですね、アハモから楽天モバイルにしようと思って、使用期間をね使ってみたってところ、自分の地域関東ではない市外の中心部だけどもつながったり県外になったりと不安定で、まあ、解除してしまったということですね。地方だと弱い印象ですなんていうねコメントいただきました。で、あとは懐疑的なコメントはだいたい6割ぐらいあったと思うんですけども、まあ、室内の電波状況への不満というのが非常に多かったってことでですね、まあ、ちょっとした飲食店でも県外っていうことで、この方は一郎さんって方ですね。そして HN チャンネルさん、この方は、基地局の近くならいいんだけども山間部や屋内がかなり厳しいという話。そして雄大さんは楽天はプラチナバンドが割り当てられていないので屋内はかなり弱いですというねことで、まあやっぱプラチナバンドのね絡みっていうのはあるんだなというところ。そして1233も外ではほとんど問題ないけど建物の中では圏外が多くて使えない、メイン回線としては無理なんてね話もいただきました。まあやっぱ室内っていうのはちょっと場所によっては問題があることが多いみたいですね。
であとはね、待ち受けの着信の問題とかパートナー回線の問題っていうのを指摘している方もいらっしゃって、 DT さんはですね、こちら電波状況の良いところでの待ち受け状況でワンコールもならずに着信 SMS 通信が届くことが多いってことで、これ昨年末に不具合に対応したってアナウンスをしてたけど最近また頻発してるなんてことでね、だからこれだとちょっと仕事の着信とかだと問題出そうな感じがしますよね。そしてゆうたさん、こちら山口県の方ですけども、楽天エリアが充実してきましたが屋内に入ると電波が極端に入らなかったりすることが多く、で以前はパートナー回線だったようですけどね、その頃のが安定していたなんてことで、まあ地方だとメイン運用は心もとないので緊急のサブ回線はあった方が安心ですよなんてねことでしたよね。なんでまあこれアンケートを取ったわけじゃないですけど、このコメントいただいたのからね感じるのは、やはり6割ぐらいの方がメイン回線としては心もとなさが感じられるってことみたいなんでね、まあちょっと私も考え直した方がいいのかもしれません。まあ、そしてねちょっとね恥ずかしい話だったんですけども、前の動画をね検討動画上げた日の午後にね、こちら IT メディアの記事ですけども、アハモが対応準備中っていうのがね分かったらしくてですね、まあ記事が上がってましてね、まあちょっとなんかね恥ずかしいタイミングになっちゃったんですけども、まあいつからなのかまだ明らかにされてないですけども、まあドコモのアハモ推進室長という方がですね、ワンナンバー対応の準備を進めているというね発言をしたということで、で今まではね3大キャリアの、まあ、ドコモ、ソフトバンク、au だけでしかねできなかったのが、ドコモの定額プランのアハモでもできるようになるみたいなんですよね。いつからかはわからないですけど、なんでねこれ見て思ったのは、もしかしたらポボとか LINE ももう続く可能性はなくはないのかなってところでね、まあいよいよちょっとね動きが出てきたなというね状況になってます。なんでねアハモが Apple Watch のモバイル通信ワンナンバーサービスに対応するんであればですね、まあ、割とその後の動きは早いのかななんていうところで、まあ iPhone 13 mini の主回線をアハモ 20GB にしてですね、まあ、それしかないですからね、まあ、ワンナンバーサービス値段まだ出てないですが、ドコモと同じなら550円なんで3520円ですよね。であとは副回線に楽天 eSIM をキープして、まあ、発信専用として、まあ、0円で運用できる可能性もありますよね。で iPhone 13 Pro と iPad mini は差し替えで兼用にして、 LINE もの物理 SIM 3ギガプラン990円ということで、まあ、合計が4510円になるんで、まあ、直近3ヶ月の6087円よりも1577円安くなるのかなというね計算にはなります。まあ、ただね私アハモの20ギガもいらないんで、まあ、ぶっちゃけ1577円しか安くならないのかって感じもします。でだったらもうねもっとシンプルにしちゃって、シミュレーション2ですけど iPhone 13 mini をアハモだけにしちゃってですね、まあ、これ想定されるワンナンバー込みで3520円ですね。で通話はもう都度払いにしてしまうと、でもうね副回線はねなしにしてしまうというねところで、であとはね iPhone 13 Pro と iPad mini については楽天の物理 SIM に変えてしまうかというねところで、まあ、この場合ですね使う状況によって0円から980円、1980円、2980円になるんでね、まあ、発信通話は iPhone に入れた場合にはまあ無料になりますよね。でこれだと3520円からというねことで、先日の動画の時の楽天をメインにして LINE も残すっていうプランの3520円からっていうのともまあね近い感じにはなります。まあしかもね通信の品質はまあハモの方がエリアも広いしいいのかなというのもあるんでね、まあこのプラン比較的現実的な感じもします。まあそんなんでね、アハモの方はワンナンバーがいつ開始するかわかんないですから、まあしばらく様子見っていう感じで、まあメイン回線ドコモを継続して、まあワンナンバー付きでアプローチの単独通信はそれでやりますけども、まあアハモがワンナンバー開始時にまあ変更するというね感じですかね。まああとはね、LINE マとかポボの対応も様子見としてはねあるんで、仮に対応するとしたら20ギガ未満のプランとの組み合わせもウォッチナンバーとかね、Apple Watch の単独通信はあるかもしれないんでね、まあそのあたりもちょっと視野に入れながら様子見、
そしてサブ回線の楽天についてはですね、今データ通信と発信用として iPhone 13 mini で残しておきますけどもね、デュアルで。ただアハも LINE もポボのウォッチ対応次第ではサブ機用にしてしまうかもしれませんね。さっきの2番目のねシミュレーションの話ですけど。そしてまあこれ3つ目の LINE もの 3GB プランって今 iPhone 13 Pro に入れてますけど、まあ、それはまあしばらくはまあ継続して iPad と兼用しますけど、これもですね、アハも LINE もポボウォッチ対応次第では解約する可能性があるっていうね感じですよね。まあ、楽天の方の回線をサブ機用に持ってくるっていうのもね一つの考え方なんでね、まあ、それでもいいかもしれないなんてことで、まあ、とりあえずねそのアハモの動きまではですね、様子見した方がいいのかななんていう結論にちょっとね達したところですね。てなわけで、まあ、楽天モバイルについては私は応援したい気持ちが結構あるんで、まあ、本来お金を落としたいと思ってるんですけども、まあ、皆さんの話伺ってる感じとアハモの動きを見ると、まあ、ちょっとね、まあ、まだ早いのかなメイン回線にするにはなんてね感じがします。まあ、やはり障害物に強いプラチナバンドの取得っていうのが、まあ、ポイントになってくるのかななんて気はしますけどね。まあしばらくちょっとね様子見でアハモの動きがねあった時にねまた考え直そうと思っています。それではまた。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。